ジョージ・スタンレー・ハラスは、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ出身の、アメリカンフットボール元選手、コーチ、エグゼクティブ。NFL のシカゴ・ベアーズの創設者、選手権コーチ権オーナー。イリノイ大学では、フットボールのほか、野球やバスケットボールにも熱中し、フットボールでは、ビッグ、転換ファレンス優勝を経験。1919年に第一次世界大戦が、 勃発した際には、海軍のチームでプレーし、ローズボール MVP となる。その後、MLB のニューヨークヤンキースに入団し、外野手としてメジャー12試合を経験したが、怪我のため野球を引退。1920年、フットボールチーム、リケーターステイリーズを創設し、選手権ヘッドコーチ権オーナーとなった。同年、NFL の前身であるアプフが発足され、 これに参加した。1921年、地元シカゴに移転し、アップフ優勝を果たす。1922年、ベアーズに解消した。選手としては1928年に引退したが、ヘッドコーチとしては1967年まで、退任と復帰を繰り返しつつも、選手兼任時代を含め6回の NFL 優勝に導いている。 1963年には、プロフットボール伝動入りを果たしている。1983年、水臓癌のため88歳で没した。ベアーズのユニフォームの素には、イニシャルである GSH があしらわれているほか、7番は永久欠番となっている。NFL 創始者の一人としてその功績は、語り継がれ、スーパーボール出場権をかけた。 NFC チャンピオンシップゲームの優勝トロフィーにその名を残すほか、その功績を称え、怪我やフィールド外での個人的な問題を抱えながら、素晴らしいプレーを見せた選手に贈る、ジョージ・ハラス賞も制定されている。ありがとうございます。